こんにちは、ベタリーナです。イエイ。今日は自宅でできる簡単なスクワットをやっていきたいと思います。まあ20回を3セットで 2×3 で60でしょ。だから、まあ、100回やりたいんで30回を2セットと軽くひねってあげましょう。1セットっていう感じで100回やっていきたいと思います。まず必要なのがダンベル。これ20キロぐらいあるんで、これをスクワットしていきたいと思います。じゃあ今から始めます。スタート。始めたいと思います。これ20キロあります。まずは肩幅ぐらいに広げて1、18、19、20。まずスクワットって何がいいかっていうと、基本的に下半身と特に太ももの 70% が体の筋肉を占めてるらしくて、それを鍛えることによって基礎代謝が上がり痩せやすい体になりやすいらしいです。よし。まあコツといったら、まっすぐ胸を張って、胸を張りますね。胸を張ってお尻を突き出します。突き出して下げる。ゴリラみたいなポーズ。下げる。3、胸をずっと張って、お腹も引っ込めて、お尻を突き出して肩幅ぐらいに広げて、ちゃんと重心を下げてやります。はあ、ラストです。せーの、1、2、3。じゃあどうやったら体が痩せやすい体になるか、太りにくい体になるかというと、
やっぱり筋量を増やさないといけないんですよ。で、筋量を増やすことによって基礎代謝が上がって、私もともと全然汗かかなかった子なんですけど、今すっごい汗かいてます。まあこれの前に筋トレやって、それプラス100回やったんですけど、カメラの調子が悪くて消えちゃったんで、もう一回一からやらないといけなくなっちゃって、こうやって全く汗かかなかった私もめっちゃ汗をかくようになりました。なんでやっぱり痩せてる人っていうのはそこそこ筋量がある人が多いんで、やっぱり脂肪の部分ってすごい冷たいんですよ。こう触ってみると太ももだったりお腹だったりって冷たいんですよね。あとね、ここ二の腕だったり、そこって脂肪が多いからなんですよ。でも男性って筋量が多いんであったかいんですよね。だったら女性もちゃんと筋トレをして基礎代謝を上げて痩せやすい体を作っていきたいと思います。よし、休憩がてらに話したんですけど、じゃあ30、じゃあ次はお尻バックショットから見える位置、よいしょ、お尻を突き出して、突き出しますね、突き出して胸を張る、で背中を丸まらないように、じゃあいきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、はい、真正面に戻っていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト10、コツって言ったらやっぱり胸を張ること、上げるときに張ってあげること、そしてお尻は絶対後ろにかかるように、ゴリラみたいなポーズでですね、こうやって上げること、で背中は曲げないでこんな感じですね、上げることがすごい、お腹にも負担が来るし、まずこう太もも内転筋だったりこちらだったり、あとリフトアップしたりするんで、私の最近のお尻、もともとが84ぐらいしかなかったんですけど、91にしたのはやっぱりスクワットのおかげなんで、ぜひ時間があるとき30分でもいいんで皆さんやってください。具合がなかったらほら200回やってるんですけど、まあ映像を見てる人は100回しかやってないと思うんで、本当に200回やってます。すげえきつい、汗がやべえ。今から秋葉原に行ってカメラの修理して、そして DJ のアニソンの DJ の練習をしに行きます。ちなみに私10月21日にアニソン DJ デビューするんで、ぜひ時間がある方会いに来てください。ゆりなは全然撮影会とか最近そういうのやってないんで、こういうことしか会う機会がなかなかないと思うんですけど、ぜひお暇な方がいたら、尾形ゆりなちゃんですかって気軽に声かけてください。あーやばい、200回はきつい、筋トレ終わった後の200回はきついです。はあ、以上、頑張って挽回していきたいと思います。あまりにもアンチが多くなったんで、負けず頑張っていきたいと思います。以上、尾形ゆりなでした。ご視聴お願いします。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございました。お疲れさっす。はぁ、きちい。